え今日はね、ユング心理学 MBTI 各タイプ解説シリーズ、えー、ついに来ました。INFP 内向感情補助直感です。これを解説していこうと思いますと、いきなりね、やばい言葉が並んでるんですが、この人たち何がやばいのかっていうと、うん、まあ、ちょっとね、第一印象から語っていきましょうと。えー、俺の第一印象は、この人、キモいなっていうことが多くて、 うん、美人だったり、人当たり良かったりしたり、頭が良かったりして、センスも良かったりしても、キモい,いな。いや、センスは良くないか。だって、FI で私が好きなものを SI で自分なりに解釈してるだけだから、変な服装してんだよね、この人たちっていう。で、どれぐらい変な服装してるかっていうと、年取って若い頃の服装を継続してやってる感じ。なぜ好きだから。だって、私は私の好きなものだから。 みんなの好きとは関係ないじゃん」とか言って「うーんきっつい俺思うのよねこの INFP のおばさんあたり鏡見てくれって頼むからそのもう追いさらばれた顔とその服装が調和してないでしょ」ってでもこの人たちって鏡は見ないんだよねだって SE はないから外交感覚はそれよりも私の中の世界観で完結しててでさらに妄想を膨らませていって でね、この人たちやばくて、私の中にもう一人の私がいるとかね、私の古、えー、き友達はエアー友達の友ちゃんだって、それあれじゃんかってね。うん。いやー、そんな感じでね、もうこの人たちもうその世界で生きてるっていうレベルでやばくて。 まあ、とにかく、キモい。ただ、害はないんだよね。個人として付き合う分には。うん。えー、まあ、そんなんだから、まあ、IQ でバフ効果はかなり高めですと。ただね、そうそう、外交直感をね、自分の内面世界でね、展開してんのよ。うん。領域展開。えー、自分の脳みその中、みたいな。何ですか、それっていうね。あの、無料空調自分で狂ったんの本当に。 というレベルでこの人たちはやばい。うん。で、思い込みの激しさは異常者レベルで、正義、至上責任感、至上心理、至上私がそう思ってるから、私が好きなものはもうそれでいいです、みたいな。うん、さすが社会不適合者のゆえん、ここにありっていう。で、まあ有名人だとこの人たちなのかなっていう。エレン、忍さん、斎藤アスカパイセン。なんか俺、エレンもそうだんだけど、 全体的になんかキモいなという印象がすごくあって、この人たち悪い人たちじゃないんだけど、なんかちょっと、うーん、みたいな。で、エレン見てたらわかるでしょう。暴走してるでしょう。はい。こっからがね、INFP のやばさですと、えー。サイコパスグループで、ね、最もにアホに見えるんだけど、で、この人たちなんでかってね、市場を隠そうとしてもね、本音だたもれなぐらいだたもれで、 例えば、この人たちはね、あんまり人に嫌われたくない人たちのサイコパスグループだから、損だからって。で、なんかいろいろ気を使って、えー、相談があるんですけど、うんたらかんたらとか言って、じゃあこれしたらいいんじゃないですかって言ったら、いや、そうじゃなくて、じゃあこれしたらいいんじゃないいや、そうじゃなくてって言って。で、結局、自分が最初に決めてた結論というのに、もう動かないんだよね、全然。で、それで、うん、こうします。いや、本当申し訳ないんですけど、失礼かもしれませんが、こうさせてもらいますとか言って、 20分も30分もかけてしゃべるんだよねもう結論決まってんのにで俺もうはっきり言ったことあるのよ INFP の人にあの悪いんだけど俺1日1時間1万円ぐらい稼いでんだからあなたがそうやって無駄話を30分やられたら5000円の儲けをあの稼ぐ機会損失してるんですよってだから結論が決まってるんだったらさっさと言ってくださいっつったらいやそんなつもりじゃないんですけどとか言ってでも最初と言ってること変わってないじゃんっつって まそれでもね、ぐた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 語るんだよね、これ。いや、私はそんなつもりじゃなくて、とか言って。いや、だから、決断の結果変わってないじゃん、何もって。俺と相談して、一番ひどいのになるとね、3時間相談した後、最初持ち出してきた結論また言ってきたっていうね。その結論がどんだけ、どんだけ理屈が通ってなくて、どんだけ利益がないかっていうのを解説したのに、それでも最初の結論を持ってきたっていう。まあ、それくらいね、まあ、頑固というか、 うーんひどい、この人たちは。だから俺はね、INFP と出会ったら、まあ、一応、金を引っ張るだけ引っ張って、距離だけ置いてる、本当に。もう、あんまり関わらないようにしてる。で、あんまり相談されるような立場に置かないようにしてる。だって、時間の無駄だもん、この人たち。うん。で、まあ、本人は本人で完結してるからいいんだろうけど、っていう風にね、まあ、そうやって、関わらなければね、そういうふうに完結してるからいいんだけど、 厄介なのがね、私の感情とみんなの感情は別物ですの、私の感情にね、家族とか大切な人が絡むと狂人とかすんだよね、この人たち。一番わかる人はこれでしょええー、ン。で、次に忍さん。忍さんもやってることちょっとおかしかったでしょあれ、ドーマン対して。えー、そこまでやるみたいな。うん。 いや、えって、そこまで自分のことを、うん、やれちゃうんだよね、っていうね。だから、例えばね、えー、っと、最近、偏差値が数学30でやってきて45まで上がって、で、5が35でやってきて、今60まで上がってきた子がいるんだけど、で、この子が成績が上がってきたんだけど、数学の偏差値がいまいちだから、って、よその塾の先生に相談したら、えそこの塾の先生が甘えんぼタイプの、えー、思考型っぽいやつで、偉そうにずっと、 えなんかねそれじゃあ伸びないから論理的にえ数学的思考力を鍛えてとか言ってでそれでうちで授業すれば多分伸びていくからきっと合格力をするとかうんたらかんだり言ってそしたらそれに見事に洗脳されてうちの息子は「大丈夫なんでしょうかうんたらかんだら」とか言ってきて「いやーうーんまあ子供がその気ならそっち行けば」っており言ったのでも先生英語は伸びてるから先生のところで英語見てもらいたいんですけどっつって。 う,んまあうちのね、英語に口出してくるような頭がおかしいやつだったらそいつ軸の経営してないと思うよっつって。いや、頭がおかしいとかそうじゃなくてとか言って、立派な方だと思われますけどとかいうわけね。うん。いや、うちが信用できないんだったらもう打ち切ってくれて向こう行ってくれていいからっつってうん、はっきりと。で、いや、でも英語は先生のところの方がいいんですとか言って。うん、だから、向こう行ったら英語も口出されるから下がると思うって。だから、どっちかにしてくれっつって。 で、それで子供に聞いたら、あ、うん、残るっつって、やだ、絶対行きたくないって言って。で、そしたら、そのお母さんも、いや、でも違う気がするんだけどな、とか、ずっと子供に絡んで、うざがらみして、1週間ぐらい勉強させなかったですっていうね、高3。うん。だから、それぐらいね、あの絡まれると厄介という、この人たち。だって、エレン見てたら分かるでしょ本当に。しつこい。忍さんもしつこい。パイセンは知らない。うん。 ということでね、この INFP が何がやばいって、そのね、市場がね、あのもう、心、決まった、完了、みたいな状態になった時もう動かないんだよね、本当どんだけ説明してもね、理屈じゃないから、この人たち。で、なんでそんなにね、なってんのかなって言ってね、多分ね、うーん、よくわかんないな、俺。多分、でもその親はね、多分俺が思うに、 頭が悪いんだと思う正直だって中学校の数学もくにできないのか高校数学の偏差値45で文句言ってくるんだから「うーんいや文句言ってるつもりじゃなくて」とか言って「いやそうでも向こうの方がいいっつってんでしょ」って文句言ってるじゃんっつって「でうちでやってれば偏差値50までは上がるから志望校は通ると思うよ」っつって「でも向こうだともっと伸びるっていうじゃあ向こう行けばいいじゃん」っつってね本当にしつこいっていうだからこの INFP ねマジで皆さんねあんま絡まれない方がいいっすよっていう。 うーんこれね、よく言われるんだけど、INFP はね、美人だったらまだ救いがあるって言われてんのよ。でもね、俺はっきり言う、その、さっきの親は、えっ、ー、とまあ、うん、美人かな、美人がないかなってあとよくわかんないんだけど、えー、もう一人の INFP の親がいたんだけど、この人は結構美人だったんだけど、でもやっぱり似てような感じで気持ち悪かった。うん ということでね、皆さん INFP についてどう思いますか今回は久々の珍しく国評会でしたと INFP をどうやって褒めろと言うんだっていう